ZenFone 2を買ったんですよね、リースースの。そのカメラの性能チェックも兼ねて、ガラパンを作る工程を撮影しようと思います。おからはね、190g と、あと、強力粉を200g。ちょっと多く入れちゃったんでね、本当は1対1にしたかったんだけど。まあ、200g。あと、卵1つと、あとね、これ、岩塩を 2g と、食塩を 7g。あと、ドライイーストを、3g か。これを入れます。もう適当ですよ。あと豆乳なんですけど 100cc でございます。入れていきます。もうちょっと多くてもいいかもしれないね。柔らかめに作りたいんであればね、多めに。あとこれおからがたくさん入ってるんで、普通作るようなパンとは違って、叩きつけたりね、そういうことをしなくても大丈夫です。してもしなくても一緒です。前も言ったかもしれないけど、ちょっと話変わるけど、フーディーズテレビ見たらね、どこだっけ、イランの人だっけな、ナンを作ってたんですよね。ナンもうこうバンバン叩きつけてさ、あと引き伸ばして叩きつけて伸ばしてってね、そうやって作ってましたよ。いや、あれはあれで美味しいよね。ほらインド料理屋行ったらさ、大体カレーにナンがついてくるじゃない。私はね、ちょっと油とかそういうの嫌いだしね、炭水化物あまり取りたくないの。だからおから入れてるんだよね。ちなみに岩塩はね、ちょっと甘いんですよね。ミネラルが豊富でございますから。だからちょっと入れてる感じです。アクセントとして。私、全ての道具がね、適当なんですよ。なぜなら今までほら、私中国にいたからさ、とりあえず、ね、使えればいいやってやつをさ、そのまま使ってるからさ、この名前たりさえさ、100均のやつだしね。ベタベタ感わかります？映ってるかな？では早速いつものオーブンに入れて発酵させていきます。40度で40分、三洋のオーブンでございます。タイムラプス撮影してみようかな。ソニーのエクスペリアと同じような機能を使います。むしろメニューそのままだからね、ちょっとわかりにくいかもしれないんで、こっちのね、時間に注目です。もう形作ってトレーに乗せていきます。そして二次発酵って感じですかね。すごい適当でしょ。まあ見栄えはともあれね、味はまあ美味しいですよ。でロールパンとかやったらさ、こうやってさ引き伸ばしてさ、私一応これあるのよ、ちゃんとしたパン用の道具とかさね、こうやってさこう丸めてもいいんですよ。でもさ、私の作るおからパンに関しては意味がないからね。こんなんで整えたところで変わんねえよ。見栄えは変だけど、まあこんな感じで、また二次発酵させます。ちなみにこれね、スローモーション撮影ができるので、ちょっと試してみますよ。まあ、せっかくはね、もう一回タイムラプス撮影しようと思います。これから即焼き入れに入ります。またタイムラプス撮影しようかな。はい、焼き上がりました。はい、完成形でございます。シンプルなおからパンでございます。いただきます。意外とほらもっちもちでしょ。うまいですよ。あ、いい感じ。外はサク、中はもちって感じ。マジで見た目はさ、そんなに良くなかったけど、焼いたらね、まあ普通のパンでしょ。ね、今日は1月の3日でございます。2016年でございます。明けましておめでとうございます。またこの ZenFone2 のカメラのテストの続きで、おからパンですね。
もういきなりちょっと二次発酵の状態から始まってるけど、この前作ったおからパンに、まあ正月でしょ、お餅食べるでしょ、そうするとあのきのこ余るじゃない、余ったきのこを混ぜた感じ。はい、でこれもちょっとねタイムラプスのテストでございます。タイムラプス撮影いきます。40分間発酵させます。いい感じに発酵できましたね。はい、もうこのまま焼き入れます。まあ、焼き入れの様子もタイムラプス撮影に残します。できました。まあ正月で余ったきな粉を使って作ったおからパンでございます。ちょっと味見してみようかな。早速もう台所での味見が状態がしてるよね。あ、いい感じ、ふっくら感伝わるかしら。早速いただきます。